はい、パパビップです。なんとまた案件動画です。今回紹介するのは便器スクリーンバー、モニターに引っ掛けるタイプの LED ライトです。便器はモニターとかを中心に展開している台湾のメーカーなんですけど、これはその便器さんが出しているモニターに乗っけて使うタイプの LED ライトです。まずこのライトがどういうものかっていうのを説明します。こちらご覧ください。ドン。もうだいたいこの画像1枚でほぼ説明されてるんですけど、パソコンで作業しつつ手元を照らしたいけどモニターにライトが映り込んでほしくないっていうニーズを叶えてくれるやつです。まあ、パソコン使ってる時って基本画面の方を見ているし、手元をライトで照らす必要があるのかっていう話になるんですけど、 TRPG プレイヤーの皆さん、特に KAP とか GM 勢はありますよね。まあ、これさえあればシナリオ本とかルルブとかキーパーズスクリーンとかノートとか、まあ、そういったものを照らし放題です。もちろん普通に作業中の参考資料や本なんかも照らせます。まあ、使ってみた感想としてはすんげー便利で、もうモニターに引っ掛けるライトはこれ一択って感じです。ただですね、こいつ値段が高い。 Amazon での価格が11,900円。パソコン用の LED ライトに11,900円、まあ、ちょっと富豪じゃねえと買えねえよっていうふうに思いましたよね。試しにモニターに引っ掛けるタイプの LED ライトって見てみたら結構あるんですよ。便器さんからすると類似品っていうことにはなるんでしょうけど、安いのだと3,000円くらいからあって、まあ、しかも Amazon でね星 4.5 とかなんですよ。っていうことで価格4倍分の価値があるんか、どこが違うのって話になるわけですけど、まあ、この便器スクリーンバーはこうだっていう感じで説明しますね。まず1つ目、安定感が半端ない。まあ、モニターの上に乗っけて使うツールって例えばウェブカメラとか棚とかあると思うんですけど、基本的にちょこんって乗っかってるって感じだと思うんですけど、でもこいつはもうガシッと居座ってる感じでスーパー安定感です。まあ、製品全体的にアルミ合金で作られてるらしいんですけど、まあ、支えになってるっていうか重りになってる部分がですね、金属の塊なんですよ。金属柱みたいになってて、これ上側がもうタッチセンサーになってて、そこがまあいろいろスイッチになってるんですけど、設置が不安定だとタッチセンサー触ったら角度変わっちゃうじゃないですか。もうこいつはまあ重りがその金属柱なんで、ちょっと触ったぐらいじゃもうマジでビクともしません。僕とか使うときに割としっかりググッとボタンに触ったりするんですけど、それで配置がずれるっていうことはありません。ずれないってことは、あ、ずれちゃったっつって直す作業が発生しないんですよ。ウェブカメとかだと使っててずれちゃうとしょっちゅう角度直したりすると思うんですけど、そういうのないんですよね。だからすごい手間が減っててすごい使いやすいなと思いました。2番目は、自動調光です。このスクリーンバーは14段階の明るさと8種類の色温度を調整できるようになってるんですけど、毎回タッチして調整するの正直めんどいんですよね。でもこれはバーの上部に調光用のセンサーが内蔵されてまして、右から2つ目のボタンが自動調光用のモードになるボタンになってて、それを押せばあとはこいつが勝手にいい感じにしてくれます。周囲の明るさに応じて自動的に明るさをちょうどよくしてくれるっていうことなんですけど、僕にはマジでちょうどよくって、まあ、本とかガジェットの取扱説明書なんかは圧倒的に読みやすくなりました。公式のキャッチコピーは自動調光、当てずっぽうではなく確かな知識をもとにって書いてあって、人間が手動でやるより自動調光の方が確かなんだよみたいな煽りが入っててちょっと笑けました。はい、で3番目は反射光の制御機能です。実はこれがもしかしたら一番大事で、類似品のレビューを見ていまいちな評価がついてるときはだいたいモニターにライトが映り込んでしまうって書いてあるんですよ。安いの買う前に1回レビューはよく見た方がいいですね。その点こいつは、まあ、LED のチップがちょっと奥側についてて反射板が仕込んであって、光が奥側に漏れないように設計されてるんですよ。
だからモニター側には光は漏れてません。まあ、言ってですね、モニターにライトが映り込んで構わないっていうことであれば、別にあのモニターに引っ掛けるタイプのライトを買う必要は最初からなくって、それこそ普通のスタンドライトで構わないわけで、モニターに引っ掛けて使う以上はモニター側に光が漏れないっていうのは大事なんですよ。これあの各製品のレビューを見ると分かるんですけど、これが原因で安いのからいろいろ渡り歩いて、結局高いけどしょうがないなっつってこれ買ってる人結構いるから、なんでそういう目的の人の場合は最初からこれ買った方が無難なんじゃないかなっていうふうには思いますね。あとはスタンドと違ってモニターに乗っかってるから机の場所を占領しないとか、給電方式が USB-C なんでモニターも USB から電源が取れればほぼケーブルが見えないとか、デザイン自体がまあ安っぽくなくてかっこいいとか、まあ、そういった感じはまああるかと思います。僕はこのライト使い始めて2週間ぐらいなんですけど、ライトがついてること自体がもう邪魔じゃないんで、 PC つけてる間このライトもずっとつけっぱなしです。このライトがあって手元が明るくなってるっていうことが、まあ、当たり前っていう感じですね。一つだけあるんですけど、モニターの下にノート PC を置く配置で使う場合は、あのノートの方の画面にはライトが丸かぶりします。 Mac とかでその Mac の上にでかい画面でモニターが乗ってるみたいな上下の配置で使ったりするときは要確認ですね。それ以外は大丈夫、最高。ということで、以上が BenQ のスクリーンバーの紹介でした。バイバイ。